皆さん、こんにちは。連日の対談報道が、選手、スタッフやファンに不安を与えている全日本プロレス。福田剛社長の急な方向転換や、中島克彦選手らの闘魂の言葉が、不信感を与え団体の行く末に注目が集まっているのですが、他団体の選手からも、この事態が注目され始め、プロレスリングノアの拳王選手も全日本や、中島選手へのコメント発表、調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。大森隆夫選手、吉達選手が12月いっぱいで退団を発表した2023年末。しかしそれだけにとどまらず、1月1日には石川修司選手の退団の意向が報じられ、1月15日に石川選手とブラックメンソーレ選手がの退団が発表され、全日本に激震が走りました。石川選手が退団の意向を固めたのは、中島選手が3冠を手にした後も福田社長の X での宣伝活動。団体公式 X には福田社長のハメを外した動画がアップされるようになり、動画内でアクトレスガールズとの業務提携が突然発表されたこともあり、寝耳に水だった選手、スタッフは不信感を募らせていきました。またオーナーでもある福田社長の鶴の一声で団体の方針が変わることも多く、次第に他団体との関係が悪化し、ファンからも疑問の声が上がっていたことを踏まえ、石川は選手を代表して団体の方向性を含めて進言したのですが、事態が好転することはなく、その結果自ら責任を取る形で団体を離れる意思を固めたといいます。吉達選手は12月31日の大会で退団を発表し、入団した頃の全日本にあったプロレスがなくなったことを理由としており、ブラメン選手は石川選手同様、福田社長への不信感が理由だと関係者は明かし、ブラメン選手本人は選択の連続の中での結論であることを明かしていました。誰もが全日本で試合をし続ける意思があったことが伺えるような内容だったことから、ファンからは心配の声が多く集まり、ネットでは全日本終焉を指すようなコメントで溢れていました。選手であり専務の諏訪間選手はこの事態に危機感を覚えており、石川選手の退団について寂しさを明かし、昨年末の段階では残留する旨を示していたと語っていました。退団理由が福田社長への不信感が原因なのかと問われると、レスラーたるものこの人の下でやっていいのかと、上上司を見るよね、石川選手は常識人だから許されなかったんだと思うと推察します。福田社長のバカ殿やアクトレスガールとの SNS での交渉については、全日本プロレスを広めたかったんだろうね、それがアクトレスガールズとの業務提携であり、 WWE NXT から資格を送り込んだりに繋がったんだろうけど、発表の仕方に問題があったよと語っており、中島選手への思いはというと、面倒くせえのが来たなというのが最初の印象。ノアを辞めてこっちに来たのも何か訳があってだろって直感で思った。中島が来てからみんなが疑問に思うことばかり起きていると明かすと、昨年10月31日に事務所で社長がハロウィンパーティーをやっているところに中島が来たことがあったけど、その日俺たちは北海道で試合だった。普通なんで選手が試合の日にパーティーなのって思うよね。明らかに訳のわからない発想がある。中島が闘魂スタイルと言い出したのもそうと怒りをあらわにすると、様子がおかしいでしょ、明らかに洗脳されてるよ、つまり黒幕がいるということ、中島の周りでちょろちょろしているやつがいて、そこが混乱を招いている、中島は操り人形みたいになっていて、社長もそいつに影響されているんだと思う。黒幕の狙い、全日本を本当に乗っ取ろうとしているんだろう、中島が代弁者になっているという違和感と中島選手の糸を引く黒幕の存在を示唆し、続けて俺は一度大量離脱を経験しているけど、あの時くらいの危機があるよ、一歩間違えるとまた全日本がバラバラになると心中を吐露していました。1月14日の後楽園大会で中島選手は他社からの引き抜き、クーデターが起ころうとしている、契約書もまだ出されていない選手がいるみたいだと不穏な発言で会場を静まり返りましたが、諏訪間選手は全く意味がわからない、言わされたんだろうけど完全に全日本に喧嘩を売ってる、あれは絶対に許せないと語り、契約について
そこは選手個々と対応している。毎年契約書を出すのが遅い選手もいるし、契約の確認は取れていると内情を激白し、おかしいことはおかしいと言いたいと上層部と向き合う姿勢を見せていました。この騒動に他団体からも指摘する声が上がり、ノアの拳王選手は1月31日付で全日本を退団する石川修司の参戦が発表された。ノアの新ブランドリミットブレイクを前に、ライバル団体のお家騒動に言及し、ブライハ集団金剛で2年間行動を共にした中島の言動を分析しつつ、強烈な拳王節を炸裂させました。石川のリミットブレイク参戦につながった全日本のお家騒動について、拳王選手は、急転直下だよね、2ヶ月くらいでこういう流れになっているのでと語り始めます。拳王はこの混乱の渦中にいる中島選手と2020年8月から2023年5月まで金剛の2トップとして行動を共にしていました。かつての仲間が闘魂スタイルを標榜して動いていることに、今の中島克彦の行動を見ていると、やはり後ろにブレーンがいるんじゃないかと思ってしまうよね。だって金剛にいた時にはあいつにあのくらいの思考なんてなかったんだからと推理します。さらに諏訪間選手の洗脳説にうなずくと、そうなんだよ、だから俺は中島克彦を救いたいんだ、洗脳されているのは間違いないだろ、2年くらい組んでいたけどその時あいつに自分の考えなんてなかったんだからと重ねて断言。その上で、中島克彦、ノアに帰ってきてもいいんだぞ、もう全日本プロレスに先があるかどうかだってわからないだろと、まさかの箱舟への復帰を呼びかけました。その還元の矛先は中島選手にとどまらず、お家騒動の内容は知らないけど一番は若い選手がかわいそうだなっていうところだよね。特にスイッチの入った中島克彦は、何をするかわからないから大森北斗なんて病んじゃうんじゃないかって思うよねと王道の若手を心配していました。だから全日本の若手もみんなノアに来たらいい。実際ジェイク・リーがノアに来てから輝いてるじゃないか、そのくらいに輝ける場所を俺が提供してやる、お前らに絶景を見せてやるよと悪魔のささやきを口にしました。今の全日の若手で所属団体が消滅した経験があるのは、宮原選手とレッスルワンからの移籍組、二度とあんな辛い思いはしたくないはずです。今回初めて団体存亡の危機を経験している選手はとても不安だと思います。そんな中、うちで若手全員面倒を見るよという拳王選手の言葉は心強くありがたいものでしょう。この発言を引き抜きと捉える人もいるでしょうし、ノアの選手は団体が倒産したりインディー出身やフリーで苦労した人が大半ですから、全日本の選手たちを人ごととは思えないのでしょう。今やノアが公式には言えないことを代弁するスポークスマン的存在の拳王選手がこうした発言をすることで、全日本の選手の不安を和らげようとしているのではないかとも思います。本当に移籍するかどうかは別として、プロレス界にそんな助け合い励まし合いがあってもいいのではないかと感じます。今回の拳王選手のコメントには、前日のお家騒動に対してもこのタイミングでかなり突っ込んだコメントをするのはさすが拳王選手ですね。拳王選手の言うように、今の状態で不安でかわいそうなのは前日の若手選手たちですし、団体外の選手がそこを指摘するのは問題提起としての効果は少なからずあるのではないかと思います。拳王はいっそのこと今一度ノアに若手主体のブランド立ち上げて、団体を問わず若手レスラーを集め、拳王やジェイク、藤田和幸、船木正勝とか魅力的な選手たちが胸を貸しながら定期的に興行をやっていったらどうか。そうした中でノアの若手も急成長を遂げ育ってくると思うのだが、選手がノアから行ったり前日から行ったり、今回拳王がコメントしたりなんだかきな臭い。これは合併か業務提携して WWE みたいに2ブランド化するのか、どっちにしろ全日本プロレスは残してほしいな。前日の若手はノアにはもったいない。ノアに行ったら前日の良さが消えてなくなってつまらなくなる。ノアは宮脇や稲村ですら育てられないわけだし、ノアだって迷走してるんだから、前日の若手が前日を良くする方が一番いいと思うと様々な声で溢れています。プロレス界随一の発信力、
行動力の持ち主は今後全日本に何かしらのアクションを起こすのか要注目でしょう。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。